ビリー・カニンガム、ウィリアム・ジョン、ビリー・カニンガムは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手、指導者、解説者、プロリーグ NBA のフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズを、選手として、あるいはヘッドコーチとして長年支えてきた人物として知られ、セブンティー・シクサーズの二度の優勝に大きく貢献した。ノースカロライナ大学卒業後、1965年の、 NBA ドラフトで全体5位指名でセブンティー・シクサーズに入団。1967年の優勝に貢献して、インゴはチームのエースとしてセブンティー・シクサーズを率い、また NBA オールスターゲーム出場4回、オール NBA チーム選出4回を誇るリーグを代表するスモールフォワードとして活躍した。キャリア中盤には ABA のカロライナ・クーガーズでプレーし、 1973年には MVP を受賞している。現役引退後はヘッドコーチとしてセブンティー・シクサーズを1983年の優勝に導いた。1986年には殿堂入りを果たし NBA50 周年記念オールタイムチームにも選ばれ、背番号32はセブンティー・シクサーズの永久欠番となっている。 ニューヨークのブルックリンで生まれたウィリアム・ジョン・カニンガムは5回目の誕生日を迎えた時に初めてバスケットボールを与えられた。それからというもの、彼は毎日のように家を抜け出しては3ブロック先のセイリマ・ローサ中学校のバスケットコートに通い詰めるバスケット少年となった。プレイグラウンドでは常連となり、その圧倒的な跳躍力からカンガルー・キットの異名を与えられた。 またエラスムセホール高校では学校のスターとして同校バスケットボールチームをニューヨークのシティチャンピオンシップに導き自身は1961年のブルックリンリーグの MVP を受賞ニューヨークのオールファーストチームやパレード支線室のオールアメリカチームにも選ばれているノースカロライナ大学ターヒールズを NCAA チャンピオンに導いた名称フランク・マクガイはコーチを 後任のディーン・スミスに譲る際、この新米コーチに、ブルックリンから連れてきた少年を受けた。スミス新米コーチは、1961年の秋、ノースカロライナ大のキャンパスがある、チャペルヒルのバス停に降り立った、前任コーチの贈り物を見てた曲げたものである。骨と皮だけのようなほっそりとした体に、そばかすが残る顔、内股気味に歩く、まだあどけなさを残した赤毛の少年。ああ なんてことだ、カニンガムを見た、スミスの第一印象である。一体全体どうしたら、この少年が試合に出られるんだ。彼は、歩くことさえできやしない。しかし彼は、もちろん歩くことができたし、そして素晴らしいバスケットボール選手だった。一年目の1961から62、シーズンから平均20.7得点12.7、リバウンドという数字を叩き出し、 ターヒールズのエースとしてチームを牽引。1963年2月16日のクレムゾン大学戦では27リバウンドを上げ、1964年12月10日の中霊園大学戦ではノースカロライナ大の記録を塗り替える48得点を記録している。大学4シーズンの通算成績は通算1709得点。 平均24.8得点1062リバウンド、15.4リバウンドであり、通算1062リバウンドは、同行の新記録とだった。大学在学中には、オールックチームに3回、9年間最優秀選手、1965、オールックトーナメントチームに3回、オールックアカデミック、1965、全米バスケットボール記者協会選出オールアメリカ、 1965ザ・スポーティング・ニュース選出オール・アメリカ・セカンド・チーム1965など様々な賞を受賞。また、1965年のユニバーシアードにも出場している。2002年には、950周年を記念して発表された、950周年記念オールタイムチームにも選ばれた。大学での活躍が認められたカニンガムは、1965年の NBA ドラフトで全体5位指名で NBA のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズに入団した。同期にはビル・ブラッドリー、ゲール・グッド・リッチ、ディック・バリー、ジェリー・スローンらがいる。セブンティー・シクサーズは当初6フィート6インチ、約198センチメートルと長身ながら送信だったカニンガムをガードとして起用しようとした。そしてプレシーズンのエキシビジョンゲームで ボストンセルティックスのガード、ケイシー・ジョーンズのマッチアップを経験。リーグ屈指のコーディフェンダーとして知られる、ジョーンズのマークを受け、カニンガムは、ハーフコートラインまでは1マイル半あるかのように思えた、と語っている。結局カニンガムにはガードとしての適性は認められず、彼の才能である粘り強さや跳躍力を活かせる、スモールフォワードとして、ルーキーイヤーの1965から66、 シーズンを迎えることになった。そして、カニンガムは、平均14.3得点7.5リバウンドのシーズン成績を残し、オールルーキーチームに選ばれている。当時のセブンティーシクサーズはカニンガムが入団する前年に、怪物センターのウィルト・チェンバレンを獲得し、中堅チームから脱皮しようとしている時期だった。チェンバレンに得点力に優れたガードのハルグリア、 スモールフォワードのジェットウォーカー、そして新人のカニンガムと充実したメンバーが揃ったセブンティーシクサーズはカニンガムが入団した1965から66シーズンにデビジョン1位となる55勝25敗の成績を収めた。デビジョン1位のザンが当時 NBA ファイナル7連覇中だったボストンセルティックスから他のチームに渡るのは実に9年ぶりのことであり、 セブンティー・シクサーズには長らく続いたセルティックスのリーグ支配に終止符を打つことが期待された。しかし NBA プレーオフではデビジョン決勝でのセルティックスとの対決一勝を4敗と完敗を期している。ルーキーのカニンガムはこのシリーズで平均5.3得点とチームの助けになることはできなかった。セブンティー・シクサーズは新シーズンを迎える前にアレックス・ハナムを 新コーチに招平した。ハナムはチェンバレンに集中しすぎてきたセブンティー・シクサーズのオフェンスを改めさせ、チーム全体で得点を分け合うよう指示した。これが走行し、セブンティー・シクサーズのオフェンスは劇的に向上。セブンティー・シクサーズは1966から67シーズンに勝率8割を超える68勝13敗の成績を残し、新しい戦術の恩恵を受けた。 カニンガムもベンチスタートながら平均18.5得点7.3リバウンドまで成績を伸ばした。そしてプレイオフデビジョン決勝にて歴史が変わる場面が訪れた。セルティックスとのシリーズを3勝1敗でフィラデルフィアでの第5戦を迎えたセブンティーシクサーズは140から116でセルティックスに干渉。10年に及んだセルティックス支配が終わった瞬間の興奮は 観客がコートに溢れ、半暴動状態となったほどである。ファイナルでは、カニンガムとは同期のリックバリーがエースを務める、フィラデルフィア・ウォリアーズと対決。セブンティー・シクサーズは、チェンバレンの古巣でもあるウォリアーズを4勝2敗で破り、優勝を遂げた。ファイナルでは、第1戦で26得点、第2戦で28得点と活躍したカニンガムは、NBA2 年目にして早くもチャンピオンリングを手に、 入れることになった。しかしセブンティー・シクサーズの映画は長続きしなかった。セブンティー・シクサーズは翌1967から68シーズンもリーグ1位となる62勝20敗の好成績を収めたが、プレーオフではデビジョン決勝でセルティックスに3勝4敗で敗れ、ボストン王朝の復活を許してしまった。カニンガムは 平均17.9得点7.4リバウンドの成績を残している。1968から69シーズンを前にセブンティー・シクサーズを優勝に導いたチェンバレンがロサンゼルス・レイカーズに移籍。さらにアレックス・ハナムもコーチ職を辞したため、セブンティー・シクサーズは新シーズンの苦戦が予想された。しかし、チェンバレンの移籍を機にいよいよカニンガムの才能が発揮され、 彼はこのシーズンに得点とリバウンドの2つの部門で、チームトップとなる、平均2.8得点12.8リバウンド3.5アシストの成績を残し、NBA オールスターゲームに初出場を果たし、オール NBA ファーストチームにも選ばれた。カニンガムの活躍で、セブンティーシクサーズのチームを大きく揺らぐことなく、このシーズンは55勝27敗の成績を残した。 しかしプレイオフでは因縁の相手であるセルティックスに1勝4敗で敗れた。翌1969から70シーズンにカニンガムは得点とリバウンドでキャリアハイとなる平均26.1得点13.6リバウンド4.3アシストを記録するがカニンガムが選手としてのピークを迎えるのと同時にセブンティーシクサーズは追退期に入った。 ジェットウォーカーも放出したセブンティー・シクサーズは、このシーズンに前年度を大きく下回る42勝40敗を記録。プレーオフでは1回戦で、大物新人、リュアルシンダーをするミルーキー・バックスに敗れた。1970から71シーズンにカニンガムは、平均23.0得点11.7リバウンド4.9アシストを記録し、 3年連続のオールスターとやはり3年連続のオール NBA ファーストチームに選ばれる。セブンティー・シクサーズはアーチー・クラークの成長やジム・ワシントンの加入を受けて前年度を上回る47勝35敗を記録した。しかし、翌1971から72シーズンには、クラークが移籍した上に長年セブンティー・シクサーズを支えてきたハルグリアも衰えを隠せなくなり、 カニンガムは平均23.3得点12.2リバウンド5.9アシストを記録したものの30勝52敗と負け越したセブンティー・シクサーズはプレーオフ出場を逃した。カニンガムはこのシーズンをお限りにセブンティー・シクサーズを去ることを決意するが彼の遺跡により翌1972から73シーズンのセブンティー・シクサーズは 悪夢のようなシーズンを経験する。セブンティー・シクサーズは9勝73敗という NBA 史上最低となる勝率を記録してしまうのである。カニンガムが選んだ移籍先は1967年に誕生したばかりの新興リーグであり NBA のライバルリーグだった ABA のカロライナ・クーガーズだった。NBA では一流選手だったカニンガムは ABA でも一流だった。 彼は ABA での1年目となる1972から73シーズンに平均24.1得点12.0リバウンド6.3アシスト2.6スティールの成績を記録し、クーガーズオリーグ1位となる57勝27敗の成績に導いたのである。プレーオフではデビジョン決勝でダン・イッセル、アーチス・ギルモア要するケンタッキー・カーネルズに敗れるが、カニンガムは シーズン MVP を受賞している。翌1973から74シーズンは、足の怪我で出場を32試合に制限されるも、平均20.5得点10.3リバウンドの成績を残したが、彼の欠場が響いたクーガーズのチーム成績は47勝37敗に止まった。カニンガムは1974から75シーズンに、フルス、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズに復帰する。カニンガムのクーガーズ一席でドロルマを配ずり回ったセブンティー・シクサーズだが、カニンガムの復帰に対するファンの反発はそれほど効くはなかった。すでにハルグリアは引退しており、セブンティー・シクサーズはフレッド・カーターやダグ・ポリンズ、スティーブ・ミックスらが主力を成すチームとなっていた。カニンガムは復帰1年目で、 平均19.5得点9.1リバウンド5.5アシストの成績を残し、チームもカニンガムの復帰で前年度の25勝を上回る34勝38敗の成績を残した。カニンガムの引退は突然訪れた。1975から76シーズンの試合中に膝を故障。この怪我が元で彼は二度とプロのコートに立つことは叶なわなくなった。しかし彼は 強制的な引退を強いられたことにそれほどショックを受けなかったようであり、本人は私は全てのスポーツマンが苦しむことになる、その決定、引退について悩む必要がなかったよう語っている。カニンガムの選手としてのキャリアは1975年に終わったが、しかしそれで彼のバスケットキャリアが終わったわけではなかった。カニンガムは 彼が選手として9年間所属したフィラデルフィアセブンティー・シクサーズにヘッドコーチとして招かれ、1977から78シーズンから指揮を取ることになった。セブンティー・シクサーズは、ハエ抜きのダグ・コリンズと、元 ABA のジョージ・マクギニス、そしてやはり元 ABA の大スター、ジュリアス・アービングらを主力とするチームとなり、カニンガムのコーチ就任1年目から55勝27敗を、 記録したが、プレイオフでは、カンファレンス決勝で、エルビン・ヘイズ、ウェス・アンセルド要するワシントン・ブレッツの前に敗れた。その後、マクニニツは、チームを離れ、ダレル・ドーキンスや、モーリス・チークス、ボビー・ジョーンズらが加入したセブンティー・シクサーズは、イースタン・カンファレンスを代表する、競合チームとなるが、1979年に、NBA 入りした二人の新人が彼らの前に、立ちはだかることになる。 カズとは、セブンティー・シクサーズと同じイースタンカンファレンスに所属するボストン・セルティックスに入団したラリー・バードである。1979から80シーズンに59勝23敗を挙げたセブンティー・シクサーズは、カンファレンス決勝でバードのセルティックスを4勝1敗で退けたが、ファイナルではもう一人の新人、マジック・ジョンソンが入団したロサンゼルス・レイカーズに2勝4敗で敗れた。 1980から81シーズンには62勝を挙げるが、今度はカンファレンス決勝でセルティックスに58勝を挙げた翌1981から82シーズンにはファイナルで再びレイカーズに敗れた。どうしても優勝できないセブンティー・シクサーズは1982から83シーズンを前に思い切った補強を行った。 過去2回のシーズン MVP に輝くリーグを代表するセンターのモーゼス・マローンを獲得したのである。マローン獲得効果は絶大で、セブンティー・シクサーズは新シーズンに65勝17敗の成績を収め、マローンは3回目の MVP を受賞。プレーオフも圧倒的な強さで勝ち上がり、ファイナルでもレイカーズを4戦全勝で破って勝ちを果たした。 カニンガムにとってもセブンティー・シクサーズにとっても1967年以来の優勝となった。優勝以後のセブンティー・シクサーズも毎シーズン50勝以上を挙げる競合として80年代中盤を過ごしたが優勝には手が届かなかった。カニンガムは少しずつ NBA での生活に疲れ始めチャールズ・バークレーが入団した1984から85。 シーズンを最後にコーチから退いた。コーチキャリアは8シーズン650試合で454勝196敗、勝率698。前シーズンでプレーオフ出場を果たし、ファイナル進出は3回、優勝は1回である。カニンガムは NBA 史上最速で200勝、300勝、400勝に達したコーチである。 コーチとしてのカニンガムはその情熱的な采配ぶりで有名であり、コートのサイドラインを誰よりも動き回ったという。コーチ職から離れたカニンガムはトム・ヘイン・ソーンの後を継いで CBS のスポーツ解説者となり人気を博した。その後マイアミへの NBA チーム誘致活動のために CBS を離れ、1988年にはマイアミヒートが誕生。カニンガムは 小口オーナーとしてヒートの誕生に関わった。その後カニンガムは1994年にヒートの株式を売却し、CBS の解説者に復帰した。元フィラデルフィアセブンティー・シクサーズゼネラルマネージャーのパット・ウィリアムスはこう語る。ビリーの人生を振り返ることは素晴らしいことだ。彼は高校でスーパースターだった。そしてノースカロライナ大学に行き、 オールアメリカンになった。ドラフトでは一巡目指名だ。オールスターにもなった。彼はコーチになって最も素晴らしい勝率を残した。解説者としても成功したし、NBA のエクスパンションも成功させた。信じがたい。注目に値する人生だ。彼はまさに伝説を歩むための教則本を読んだかのようなキャリアを過ごしたのである。素晴らしい跳躍力と、 多彩な才能を持つカニンガムは、毎シーズン得点、リバウンド、アシスト、スティールで高い数字を残す、優れたオールラウンドプレイヤーだったが、彼の最大の特徴は、その勝利への強い意志と激しい気象だった。得点やリバウンド以外にもパーソナルファウル数でも、毎シーズン、リーグの上位に入っており、テクニカルファウルの数や、失格退場の回数も、非常に多い選手だった。 あるシーズンでは32回のテクニカルファウルをもらい、その度に50ドルの罰金を払った。カニンガム自身、私は感情的な人間だ。感情をリリースしない私は、もはや私ではないと自身について語っている。一方で選手としてのカニンガムは、確かな実力の持ち主だった。ジョン・ハブリチェックは、カニンガムのプレイぶりを公表している。彼は一緒に止まることが不可能なほどに早く。 高く飛べた。それに彼は良いチームプレイヤーでパスも素晴らしい。得点、リバウンド、アシストの成績は下記の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。